千葉エリナです。あの、もうこれ、千葉エリナです。北海道出身で、生まれつき脳性麻痺という障害で、電動車椅子に乗っています。はい、そして、ヘルパーさんの生活なくては、はい、日常を過ごせないような体なので、なんか女として見られなくなるのね。あ、付き合ってるとね。付き合ってると、うん、しかもなんか車椅子だし自分が、うん、だから大学4年生の4年間付き合った彼氏も、うん、半同棲みたいな形でしてて、うん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 、身体的にね、うん、あ、なるほどね、持ち上げてもらったりとか、はいはいはい、そういうのになってたんだけど、うん、なんかだんだんね、疲れた、もうやだ、頼むごとに言われてしまって、うん、それがね、ちょっと精神的に苦痛になって、うん、2部ということでベイビーちゃんの話をしていこうと思うんですけど、その前に感覚はあるんだよね、こう触られた感覚はね。そうそうそう、感覚はある。でも自分で動かすことはできないんだよね。動かすことはできるの？できればできるけど、でもその時に脊髄損傷でいう形成みたいなのが起きるから、うまく言うことが聞かない。うまく、そう、言うことが聞かない。なるほど。じゃあその行為はできるの？できます。できるし分かる？できるし分かる。へえ。今まこちゃんの足をね、あの不随運動で蹴ってるんです。めっちゃクロスしちゃった。いや、でも応用なしなんだけどさ、足、指が強い。指さ、削られちゃった。いや、おいはいいんだけどさ、うん、指こうなるじゃん、おいのふくらはぎに対してね。指やられないかなって思って。あ、全然やられても大丈夫。柔らかいから。そう、ちなみに初めてやったのは、その高校生の時、高校生の時にモバゲーと、モバゲーで知り合った人と、やちゃんと営んだの？営んだ。それが初めて。え、ちゃんとこう、なんていうの？あ、いいなって思うわけ？え、最初は、うん、痛いしかった。でもちゃんと、まあ、はい、その、呼吸を得て、普通に、あ、いいなって思うわけ。あ、はい、あ、そう。まあまあ、そうだよね。感覚が普通だからね。うんうん、そうですね。え、でも、できない体勢もあるよね。男の人の上に乗るタイとかはできない、うん、基本マグロ。違う、言わない、そうやって言わない。違う、そういうことじゃない。マグロの意味が違う。マグロの意味が違う。違うの、うん、マグロってあの何も感じない人のことを言わない。あ、そういうこと、そういうこと。そうそう、やられる、こう、あれだけはマグロじゃない。やられる担当みたいな。あ、まあ、じゃあそれでもうちらも一緒、うちらとか俺も一緒だから、うん、全然問題ないんだ。問題ない。問題なく。うん、ちなみに、なんて言うんだろう。ちゃんとなんて言うの、なんて言ったらいいんだろう、あの言葉を。超えることはあんの？超えるっていう感覚はあるの？あるよ。あ、あるんだ、うん、いや、いいなぁ。もう久しくそれを感じてないから、もう超えたいんだよなぁ、ほんと。うん、そうなのね。素晴らしい。じゃあ、赤ちゃんは普通に作ることができるの？はい、できます。できますっていうか、脳性麻痺だからといって、うん、できないとかは、うん、自然にできる人もいる。私は脳性麻痺だけど、うん、その他になんか婦人科系のちょっと生理不順だったりとかがあるから、うんうんうん、そこに対してのどうしていくかっていうアプローチはあるけど、なるほどね、脳性麻痺だからといってできない、できる、うん、はない。産むときは自然分娩、生きめるの？そうなんだよね。だからそういう人の話をちゃんと聞いたことがないから、これから聞くんだけど、でもほぼほぼ帝王切開って聞くかな。しかもあれだよね、そのなんていうの、もう大丈夫っていう、生まれても大丈夫っていう時期くらいで聞いて、帝王切開です、うん、早めに。そうね、早めにって聞きますね。へえ、うん、
下半身麻痺でも一緒でさ、ずっと車椅子に座ってるわけだから、こう伸びれないじゃん、お腹がね。だ座った状態でずっとパンパンになっていくのが想像つかないし、確かに。で、思っとーって仕方ないと思うんだよね。自分で異常するからさ。それにプラス、今のお腹に2キロくらいか、1.5 キロがつくって。だから自分でできることが少なくなりそう。そうだし、それがそうだ。ヘルプ！でもじゃあ子育てでもさ、結局、まあ、一人ではやっぱ難しいじゃん。うん、ちなみに今、まあ、ヘルパーさんついてるけどさ、うん、自分のヘルプしてもらいながら、その同じ料金で子育てのヘルプってしてもらえるの？福祉の制度で子育て支援っていうのがあって、うん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 、自分がこう子育てしたいよって言って思うことに対して、うん、まずヘルパーさんは、うん、なんて言うんだろう、私がしたいことでもできないことを助けてくれる支援者、うん、だから、うん、その自分がしたい子育てとかを手伝ってくれる福祉制度があるのね、うん、え、それは上も使えるのかな？使えると思うよ。あ、そうなの？知らなかった、うん、だからヘルパーさんと一緒に育てていくっていう感じになると思う。うん、じゃあ旦那さんはあんまりお、なんていうの、ヘルプはしないってこと？今日常的にも。あ、めちゃめちゃしてくれる。でも夜もいるんでしょ？ヘルパーさん。夜はいない。あ、夜はいない。うん、じゃあ家にいるときはだいたい旦那さんがいろいろやってくれるの？そう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 。トイレとかお風呂とか、うん、手伝ってくれる。へ、なんかそれを苦に思ってない人だから、うん、確かに。なるほどね。うん、今回はじゃあ、まあ、千葉ちゃんのその恋愛事情をね、聞いたし、あと、まあ、脳性麻痺の人の赤ちゃんベイビー事情とかを聞きましたが、まあ、本当はもっとヘルパーさんのこととかもね、聞きたいから、うん、まあ、もしご飯食いながらできるんだったら。しようしよう。はい、ということで、まず一旦ここで締めましょう。はい。じゃあこんな感じでね、はい、これからもコラボをしたいと思いますので、お願いします。何かやってほしいことがありましたら、ぜひ皆さんコメント欄に書いていただいて、はい、ということで、はい、この動画がいいなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。